埼玉のスーパーアリーナまで26回コンサートやったんだけど、一つだけ忘れてることだった。一つ忘れてる、一つ忘れてるだ。それ何かわかる？ウェーブをやるの忘れた。ね、まずバンドで手本を見せよう。ね、時計回り。じゃあ福ちゃん。はい、行くよ。ウェーブ。そう、このようにやればいいのです。OK？ やるよ。じゃあ正面、このセンターね、こっからね、じゃあそのブルーのかわいい T シャツを着てる君、このラインからずーっと向こう回るよ。途切れたらあっち来るなよ。そこ途切れたら向こうに行くんだからね。いいですか？スタートのみんな元気！ありがとう！ OK、 行くぜ。では逆行ってみよう、ね、何事もバランスというものが大切だから。長子君、今日さ、男の人と女の人ってどっちが多いかな？女性の方が 67.3% ですかね。ちょっとそれが正しいかどうか。では男性諸君答えてくれる？ね、イエーとかって。それでは男性諸君答えてくれ。イエー、分かった調子、今の感じね。じゃあ女性いくよ。じゃあ女性の皆さん、イエー！調子正しいね。なんでそんな女性のパーセンテージすぐ見抜けるの？じゃあこっち回りいくぜ。ワン、ツー、スリー、ウェイ！違うと思ったんだけど、確かにウェーブやってる君たちは。でも手挙げてるだけ。ウェーブ、ウェーブの時は一緒に叫ばないと。だから声が一緒にウォーっていう感じでいかないとウェーブにならんじゃんね。さっきから埼玉出身のスーパードラマーずーっと叩いてんだから。俺はずっと叩いてんのかよって。大丈夫ね、いくぞ。イエーイ、いくよ。ワン、ツー、スリー、ウェイ！いやー、今夜こうして久しぶりに東京に帰ってこれて、こんなにたくさんの素晴らしいオーディエンスに集まってもらって、俺たち本当に嬉しく思ってます。どうもありがとう。今日初めて俺のコンサートに来たっていう人はいるかな？ちょっと手を挙げてみてくれる？はじめまして、浜田です。よろしく。じゃあお前のコンサートにはもう何度も来てやってるぜっていう人は？久しぶりです。再会できて嬉しいです。今日初めてコンサートに来てくれた人にとっても、何度も何度も来てくれてる人にとっても、毎日ツアーでステージをやってる俺たちミュージシャンやスタッフにとっても、この2007年6月16日の土曜日、この夜は今この瞬間しかありません。一期一会の気持ちを大切にしていい夜にしたいと思います。最後までどうかよろしく。それでは質問コーナー第2弾。今日、夫婦で来た人。ああ、いいね。じゃあ恋人同士で来た人。いいね。
かみさん子供を置いて一人で来た旦那、いいかどうかわかんないけどいいね。じゃあ旦那子供を置いて一人で来た奥さん、めちゃ元気いいね。ではシングルの人、恋人作ろうね。どんなにその恵まれててね、幸せそうに見える家庭やカップルも、言っとくけど必ず問題を抱えてるね、ね、わあ、うちはこんなに喧嘩ばっかりとかさ、こんなに問題がいっぱいあるんだけど他の人のとこはないのよね、私たちだけ大変なのかしら。そんなことはない、みんな幸せそうに見えても何らかの問題を抱えてるもんなんだよね、ね、だよね。もちろん俺だって抱えてるからね。励みになった？励みになった？ね、なんかきつい時があっても、あ、俺だけじゃないんだ、あのバンドの人たちもみんなそうなんだとかって、そんなみんなが次の曲も心を一つにして歌ってほしい。 OK?ベース三久月千春、ドラムス小田原豊か、オルガンシンセサイザー福田康彦、ギター長田進、サクソフォン古村俊彦、ギター調子幹事、とてもあったかい情熱的なアンコールどうもありがとう。ありがとう。今日は2011年の、5月の22日の日曜日、3月11日以降は皆さん本当にいろんな思いを、胸に抱いて、暮らしておられるのではないかと思いますが、今日はその厳しい現実や状況をつかの間忘れるというのではなくて、また明日からそれらのものと戦っていける、英気を養ってもらえるような、元気になってもらえるような、ステージをやりたいと思ってます。このオンザロード2011は俺たちミュージシャンにとっても、スタッフにとっても特別なツアーになりました。ベストを尽くしていい夜にしたいと思います。マイファーストラブという DVD を見たことがある、持っている人ね、あれから6年、それを今からチェックしてみたいと思います。避けては通れない、避けては通れない時間がやってまいりました。でも必ずこれからもツアーをやる限り、ステージをやる限り、これはもう恒例のように続いていくことになってる。何かわかる？何かわかる？
下げては通れない年代別チェックだよ。ねえ、もし来年ツアーをやったら、長志くん5月生まれ、俺は12月生まれですから、長志くんだけ上行っちゃうんだよね。それじゃあんまりだから一緒に行こうということで、今年やったわけですが、10歳未満。なんか10歳未満増えたね、励んだねみんな。パパとママにありがとうだね。二人の努力実ったね。かわいい。1、2匹持って帰ろう。では、10代。おお、10代増えたね。明日学校行ってよかったって言えよ。今度連れてくるときクラスメート32人ぐらい連れてこいよ。クラスから32人連れてこいよって言ったけど、32人も連れてきてないけれども増えたね、10代ね。ねえ、それでは20代。あ、20代も増えたね。ようこそ。20代増えた、すごい。あの、この前ね、サイトの投稿でね、お母さんがね、車で俺の曲かけたら、二十歳になる息子が、お母さん、その人の声嫌いだからやめてよって言うんだったら、どうしてよ、いい声じゃんって言ったらね、だってお母さん、僕が子供の頃大嫌いな水泳教室行くとき、キモカエルのこの曲かけてたじゃん。俺、それ以来ダメなんだよねって。そういう子供たちがきっとこの会場の外にものすごいいるんだね。でも、ここに来た10歳未満、10代、20代は、その親の押し付けを乗り越えて好きになってくれたんだね。嬉しいね。そして30代。減った。そろそろ苦しいとこから抜けつつある。やっと成人式を迎えた30代。素晴らしいね、この元気さ。まさに君たちは青春時代なの、今が青春ね。私もう30になっちゃったとかさ、俺もう30でそろそろしっかりしなきゃなとか、そんなの考えるよ全然ない。今を楽しまなきゃ。今が一番楽しいんだから30代。でもそろそろ将来のこと少しは考えようね。なんか前回30代最も多かった、最も素晴らしい世代じゃないかって言った30代。もう一回、30代。一人一人の元気はすごくあるけど数は減った。ということは、恐ろしいことになるのかな、この次が。では40代。では40代。30代と40代拮抗してるね。30代、40代。そうするとしては変わってないね。変わってない。でも本当に30代40代ね、あなたたちが今時代を牽引する主役ですから、コンサート終わってそれぞれ職場に帰り、持ち場に帰り、仕事場に帰り、家に帰って、お互いに自分のやれることを精一杯やりましょう。30代40代よろしく。では、浜田、長志と同世代の50代の方。俺たちまだ現役バリバリだよね。それでは、バンドはもう40代1人になりました。小田原君だけ、前回は俺と長志だけ50代だった。みんな40代だったのにね。いやー、これはずっとやっていくもんだな。やっていくしかないな、この先も。どうなっていくんだろう。では、俺たちと同じ50代。50代もめちゃめちゃ増えたね。50代まだまだね。見てよ、みんな現役バリバリでしょ。ねえ、そろそろ将来の老後のことを考えなきゃ。そんなこと言ってちゃダメだよ。バリバリ先頭走らなきゃ。
それでは60代以上の方、ああようこそ。もう次のツアーは必ずご一緒しますから、そちらの方に。でもね、自分よりもあの年上の人がもう元気で頑張ってくれている姿を見るのは本当に励みになるんですよね。ああそうか、まだあの年齢でもあのくらいガンガンやれんだってね。ですから60代以上の方、ぜひ若者のためにずっと頑張ってください、ね。じゃあ10歳未満も、無理やり連れてこられた10代も、洗脳されちゃったかもしれない20代も、みんな心を一つにしてこの歌を歌うんだ。1976年にソロでデビューして今年で35年になります。ありがとう。35年も決して、短い、年月ではありません。その間お互いにいろんなことがあったと思います。日本も世界もいろんなことがありました。でもこうして、音楽を一緒に分かち合って楽しんで通じて、いろんな時代時代を共有して、ここまで、生きてこれたこと、やってこれたこと、すごい、光栄に思いますし、支えてもらったことをすごく感謝してます。どうもありがとう。ありがとう。今日は2013年7月5日の金曜日、今日のコンサートはですね、東日本、被災地の復興支援、そして海外において、人道支援活動を行っているプロジェクトをサポートするための、資金集めを目的にした、コンサートです。その趣旨に、皆さん賛同してくださり、参加してくださり、本当にありがとうございます。ありがとう。次はまたホールツアーになるのかアリーナツアーになるのか今のところ分かりませんが、また必ず、今日会えて皆さん元気な姿で再会できる日を心から楽しみにしてます。どうもありがとう。やっと大阪に帰ってこれました。このところずっとアリーナツアーをやってたので、ホールコンサート、ホールのツアーっていうのはなんと9年ぶりで、久しぶりです。いい夜に、そしていい時間にしたいと思います。最後までどうかよろしく。今から10年前に出したオリジナルアルバムって知ってますか？ My First Love。 あのアルバムのテーマはロックミュージック、それが音楽的なテーマで、そして歌詞の世界は光と影の季節で始まるように、まあ光と影をテーマに歌ったんですけれども、一番象徴的なのが I'm a father と花火で、 I'm a father はすごい頼りがいのあるまっすぐ生きてる立派なお父さん、でも花火の方は、まあ一般的に言えばダメなお父さんの歌なんですけれども、覚えてるかな、どんな歌か。こんな歌なんだよね。娘はもう20歳、恋人もいる年頃、下の子はサッカー好きの、男の子で次の春にはハイスクール。
あの日すぐに帰るつもりで車を車庫から出してアクセル踏み込んだ。すぐに帰るつもりで家を出てもう五度目の夏の夜空に花火。こんな歌なんですけども女性にすごい評判悪くてこの中に男の子と女の子が出てくるね。家を出て5年、女の子は15歳だったんだね。その時男の子はね、中学生か小学生。この子たちのこと全然描かれてないんだよね。でもこの子たちにとってはとっても辛い辛い少年時代、少女時代だと思うの。でも時は経ち、子供たちは成長する。10年経ち、15年経ち、父親と母親が男と女だということにも気づく。自分も恋に落ちて痛い目に遭う。そんな娘が成長して家を出た父親と再会し、そして和解する、そんなテーマの歌です。さて次はハッピーな歌です。バースデーソング。今日誕生日の人っている？ああ、おめでとう。誕生日、そして誕生日月の人のために、お祝いの歌を一緒に歌いたいと思います。ハッピーバースデーソングって知ってるよね。頭にアカペラがついてるのね。それをみんなでやりたいと思います。とか言ってない今日5時半開演だから、できるまでやるからね。いきますよ。ワン、ツー、スリー。いいね。やっぱり大阪フェスのスピリットが宿ってるね、客席に。じゃあここから本番です。ワン、ツー、スリー。ありがとう。初めて、この NHK ホールでですねコンサートやったのは80年代になってからなんです。1984年の2月の17日で、大雪が降った日なんですけど、あの日にいらっしゃった方いますか？元気ですね、今もね。後ろにね、あの町のセットがあって、演出で紙吹雪、雪のような紙吹雪を降らしたら、外出たらもっとすごい大雪で。で、よく言うんですけれども、この東京の NHK ホールと大阪のフェスティバルホールっていうのは、自分にとってはもう特別、格別なね、ホールで、ここで今日もこうしてステージやれるってことをすごい皆さんに、オーディエンスの皆さん、スタッフの皆さん、会館の皆さんに感謝してます。どうもありがとう。次に歌う曲はですね、一度もツアーで歌ったことが、ない歌なのです。気に入ってもらえたらすごく嬉しいです。次に聴いていただく曲はですね、ステージの上のミュージシャン全員が、アコースティックな楽器で、演奏します。君が人生の時の中から、4年目の秋。70年代バンドメンバーとのツアーっていうのは楽しくて、毎晩毎晩ライブの後に安い、居酒屋でご飯食べて、安い酒場で朝までお酒飲んでね、毎晩はちゃめちゃのことをやってたんですけれども、そんな
はちゃめちゃなバンドマン時代のワンシーンを歌にしてみました。今日、70年代の歌だけのライブをやるっていうコンセプトを考えたのは、もしジョンが生きてて、ジョージが生きてて、ビートルズが再結成されて、 In My Life とか聴けたらいいなと思ったんです。カーペンターズのボーカリストカレン・カーペンターが生きてて、 Close to You とか Yesterday Once More とか歌ってくれたらいいな。あとレッド・ゼッペリンのドラムス、ジョン・ボーナムが生きてて、生であのグッタイム・バッタイムするドラム聴きたいなとか、そんなことを思うんですよね。でも彼らはもういない。しかし俺はまだ生きてる。遥か遠い遠い昔、俺の歌を見つけてくれて、そして愛してくれて、育ててくれたリスナーの皆さんと、思い出のアルバムをこう開くみたいにね、なんか一緒に歌を楽しめたら、音楽を楽しめたらいいなと思ったのが今日のコンサートのコンセプトです。もちろんまだまだ、俺も皆さんの人生もずっとずっと旅は続いていきます。また笑顔で元気に再会できる日を心から楽しみにしています。どうもありがとう。